FM 福井ハイライトフライデー、時刻は3時30分に間もなくなろうとしております。さあ、ここからはリンクドハイライトです。毎月第3金曜は教えてタナッチな勝ちです。今日は株式会社 MDS 代表取締役田辺和夫さん、そして株式会社プロポ代表取締役中尾豊さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今日なんですけれども、はい、まあ、あの質問が届いているということで、なんと、ね、はい、あの、自分の商品が差別化できません、どうすればいいですかという質問です。これ2つも言った方がいいですか、質問。あ、そうですね。あ、2つも。じゃあもう1個、はい、あの、競合商品と差別化ができず選ばれませんという質問が届いてるんですけれども、自分の商品が差別化できない、あ、他のお店でも同じものを扱っててってことですか、似たようなものを扱っててってことですか。多分、うん、まあ、よく言うのは型番商品とか、はい、なんすか、なんすか、希少品とか、その自分のところで作ってなくて仕入れて売るのとかっていうのって、はい、まあ、差別化しにくい。まあ、うん、そうですね、どなたでも取り扱えるものですもんね。いや、難しいですね、これ。だから聞いた。だから、あの、リズム。共感してねって話じゃない。はい、あ、そうなんすか。プロとしての答えを僕らに。あれ違ったっけ。共感したらね。そう、終わっちゃうんだよね。わ、うん、かるよね、で終わっちゃうんで。そうだよね。そう。どうしたらいいでしょうかっていう。ね、どうしたらいいんですかね、これ。難しいですよね、でも。本当に簡単ではないですよね、はい、うん。で、この文章だけで全部答えられるかってなかなか難しいと思う。はいはいはい。でもこれ絶対ぶち当たりますよね。いや、もう、本当、なんすか、商売というか、うん、まあね、飲食店でも、はい、物販でも、うん、サービスの提供でも、多分、うん、同じようなことって、ね、うん、競合がいないってほぼほぼないでしょ。ないでしょ、ね。まあ、ないでしょうね。ね、うん、で、そこで勝ち抜かないといけないわけですよ、うん、僕たちは。まあ、まあ、そうですよ、僕たちは勝ち抜かないといけないんですけども、僕の場合だと、はい、まあ、あの一休さんじゃないですけど、頭ね、つばつけてくりくりくりってして、パンパンパンチンみたいな、はい、はいはい、ピやりますかね。トンチやりますかねって、まあ解決になってないですよ。トンチの仕方教えてください、じゃあ。あ、逆に。あ、なるほど。追い込むな。なるほど、追い込む。トンチで逃げようとしたから。具体策を欲しいなと思って。なるほどね。具体策ですね。具体策。そう思うんで、そう言って言ってくれないと。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。すみません。あの、お笑いのあの、組み立てやってるわけじゃないんで。違いますか。そうそうそう。これ、あの、はい、ちょっと、うん、引いてみるとか、まあ、よくのほら、視座を変える。視座。見る。うん、座席の座。はい、まあ、はいはいはい。見る、どっから見るかとかっていうことを変えたりとか、うんうん、まあ、視野を広げるとか、うん、まあ、いろいろとあると思うんですよ。はい。で、まあ、僕の場合は、例えば、はい、同じ商品を同じように売っても、まあ、よくあるの価格競争になっちゃうだけ。まあ、ね、ああ、はいはいはい、そうですね。じゃないですか。うん。で、ターゲットを意外と変えたりとか。うん、ああ。おお。まあ、あと、同じものでも見せ方変える。うん。うん。うん。合ってますか？いや、合ってると思います。あれ？おかしいな。途中で変えた。質問に質問で返されるって。いや、いいと思います、すごく。で、ほう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 、ほら、ちょうど19日から、うん、ネットフリックスで、極悪情報やってるじゃないですか。ん？あ、そうなんですね。ごめんなさい、僕そこ分かんなかった。すみません、ダンプ松本さんの、はいはいはい、まあ、はい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 、実話っぽい。はい。はい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 、はい、で、昔女子プロレスってそういう極悪というかヒールってあんまり多分いなかったりとか、うんうん、同じほら女子プロレスを売るっていう、うん、まあ見てもらう、うん、はい、とかっていう時に、うんうん、ああいうそのヒールのまあめちゃくちゃ悪いやつ、うん、を演じて、うん、要はプロレス女子プロレス全体を盛り上げるとか、うん、はい、っていうことを結構まあまあ、僕ちょっとネットフリックス、夜中見てて今本当に眠い状態なんですけど、知りませんよ。
まあ本当その同じプロレスでもやっぱりそういうヒールとか、うん、まああのねあとも何でしたっけ、もう片方の方なんとかフラッシュ違いましたっけ、正義の方ね、正義の方あとかっていう、はい、まああの相対、まあ、同じものじゃないですかプロレスって、うん、確かに。でも相対するものを作ったりとかっていう考え方を持っていくと、例えば、まあ、僕そのステッカーの通販とかってやってるんですけども、はい、あのアマゾンなんかで売れる商品と、うん、そうじゃない商品とかっていうのを作ったりとか、はい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 、あのなんていうんですかね、まあまあ、全く同じようなもんなんですよ、うん、あの営業時間をまあ、あの表示するステッカーを売ってるんですけども、はい、アマゾンで売ろうと思うと、あのアマゾンで買う人ってなんかすぐ来てほしいっていう、うん、ああはいはいはい、まあ、そうですね、お待たずしてほしい、そうそうそう、うん、でまあうちの場合はその製造販売って全部うちの会社でやってるんですけども、はい、それを例えばまあ同じその営業時間を表示するものでも数字たくさんつけて、うん、Amazon から直接送ってもらえるような商品作ったりとかっていうことをやってるんですよ。でも自社の、まあ、サイトもあるんで、そこではあの時間入力してもらえれば、その時間で綺麗に、はいはいはい、整えたやつを売るとかっていう、まあ、同じその営業時間のステッカーでもそういうちょっと変えたりとか、うんうんうん、あと本当その使い方の提案、うんうんうん、こういう風に使ったらいいですよとかっていうことをやると、意外と他のところでまあそういう売り方してないとか、へえ、これあんま言っちゃうとちょっとね、うちの社員売れなくなる、僕が真似されたらいいかなとかって、あのちょっと心の狭い自分があれなんですけども、今見え隠れしましたね、はい、言うまあいいけれども、うん、ちょっとどうしようって、みたいな、うん、でまあまあそういう、まあ、同じその、まあ、営業時間のステッカーであっても、まあ、ちょっと変えたりとか、あと、うん、組み合わせの商品を変えるとか、うん、あ組み合わせね、はい、でこれちょっとだけ専門的な話になっちゃうと、その SKU っていう、うんうん、あのまあ型番商品の中でも色とかサイズとか、うんうん、そういったもののその、なんていうんですかね、番号がまた別であったりとかするようなものがある場合には、うん、まあ、それさらにちょっとね組み合わせて別の SKU を作ったりとか、うん、っていうやり方をしたりとか、なるほど、まあ、結構いろいろとあのそういうふうな、まあ、やり方とか、まあ、本当その、なんすか、感情に訴える方法、はい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 、まあ、うちの商品でその木の身長計のステッカーっていうのがあるんですけども、うんうんうん、まあ、それ、昔柱に傷つけて、うん、大きくなったねっていう、はいはいはい、やりました、今、はい、のお家ってなかなかそれができない、うん、あ確かに、はい、確かに確かに、でそれを、まあ、あのなんていうんですかね、ステッカーにして壁に貼れますよと、でそこに、まあ、身長、まあ、あ のところに葉っぱのステッカーを貼ってって、うん、っていうものなんですけども、まあ、そういうふうな、なんていうんですかね、身長系のステッカーあるんですよ、うん、他にもいっぱい、うん、はい、でもそれをあの葉っぱを貼ってって、その大きくなってったのが見えるようにするとかっていう、うん、いいですね、うん、まあ 工夫ね、そこで工夫をしたりとかっていうことで、まああの、まあ、うちの商品が出てからパクリの商品めっちゃ出てきたんですけど、出てきたん、まあまあ、ただそれも、うん、あの同じ商品めっちゃ多いんですよ、うんうん、けど、はいはいはい、うちの商品選ばれる理由っていうのは実はあって、はい、柱の幅をよく調べてて、はい、あれって今企画化されてたりとかするんですよね、はい、そうですね、はい、その幅に収まるように商品作ってるとか、うーん、実はここちゃんとあのこだわってるというか、はいはい、あ、なるほど、だ同じパクリの商品がめっちゃ出てきてるんですけど、うん、うちの商品選ばれる理由っていうのはやっぱその柱の中に収まるとか、あ、なるほどね、確かに購入する時測るもん、はい、うん、でそういうふうなことを考えていくと、まあ、結構同じ商品でも差別化できるとか、っていうすごいあの真面目な回答をしてしまいましたが、いいんです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 、はい、まあまあそういうちょっとやっぱりあの何ですかね、一休さんのように、うんうん、
つばつけたままクリクリってするとそういうアイディアが浮かんでくるっていう。まあさっき言ったように、ね、少しあの引いてみるというか、はい、ね。そうです。でここで結構やっぱあの問題になるのが、はい、あこれはダメだろうなとか最初から思い込むっていう人も結構多いんですよ。まあ私そのタイプです。はい。あこれどうせダメだろうなとか。やらない。確かに言われてみればそうです。でそれが結構。うんまああのなんていうんですね、まあ認知の歪みとか、はいはいはい、あのまあバイアスかかって、うんうん、そのどうせダメだろうとかっていうふうに考えると選択肢が減っちゃう。減る。確かにそうかもしれないですね。はい、はい、でそういうふうなところをまあ結構あのなんていうんですね、バイアスをまあ取り払って、うん、まあ自由な発想していくと意外とまああのなんていうんですか、レッドオーシャンの中でもまあ、ブルーオーシャン見つけられるっていう。なるなる。はい。ちょっとまあ、なんですか、感覚的なところも多いんで、うん、まあ、こうやってやったらっていう、そのね、まあ、あの、手順というか、まあ、なかなか、お伝えにくいのが、お伝えしにくいのが、あれなんですけど、まあ、とにかくやっぱりちょっと頭を、みんな、うん、固くしすぎなんですよ。まあ、そうですよね。古典観念と言いましょうか。いろんなものありますからね。はい。でまあそういったところでこれどうせあほらもう型番商品だから値段安くしないで、ね、勝てないっていうのも思い込みなんですよ。あそうかもしれないですね。はい、言われてみればでそこをちょっと離れてでたまにねリゾート行ってゆっくりしてる時にあこれこうやったら売れるかもとかっていうのが出てくるんで。それいりますリゾートのやつ。リゾートじゃなくてもいいですか。あまあまあリゾートお風呂とかでもいいですか。あお風呂もちろんお風呂、はい、そのリラックスしてる時にそういうアイデアって意外と出てくるっていうのもあったりとか、はいはい、まあまあどうしてリゾートかって言ったらアイデアってその移動距離に比例するっていう言葉もあるんですよ。へえ、はい、そうなんだ、はい。だからいつも沖縄行かれるんですね。あ、そうですそうです。沖縄行ったりとか、はい、してるんですけども、まあそういうふうにちょっとやっぱ違う環境に置くと、うん、あ、これこういうふうにできるかもとか、見たものをほら福井で見てるものってなんかみんな同じようなことやってたりとかするけども、はい、全然違う地方に行くと違うことやってるってないですか。なるほど、確かに。うん、でそんなのもあるんで、全然違うところに行くっていうのもこういう。なんですか、差別化したいとか言った時に、うん、いいアイデアが出てくるポイントかなと。離れてね、一回離れるってのはそういう距離的なものも含めて含めて。なるほど。まあ一応いつもと違う環境に身を置いて、しかもその時は仕事じゃない方がいいっていう今の感じだと。そうそうですね。でまあまあほら普通に行くとブランディングを強化しましょうとか、はい、まあそういうふうな話になるかなと思うんですけども、まあなかなかできないじゃないですか、ブランディングも。まあね、難しいですからね。まあ大事だとは思いますけどね。でそこでまあちょっとやっぱり頭を柔らかくするっていうのはまあね、田辺流、はい、アイディアの出し方かなという。お、生まれました。はい。ではやっぱりリゾート地で休暇バケーションをまず一回楽しむという。はい。ちょっと今から行ってきます。いや確かに、でもこう時間とか仕事に追われてる時っていうのは確かにアイディアはなかなか出てこないですよね。そうやっぱりなんか全然違うことしてる時にアイディア出てきたりとかっていう、うんうんうん、でその時にやっぱりメモれないと忘れちゃうんですよね。あ、まあそうですね、そうなんですよ、はい、分かる、分かる、分かる。そこは結構大事かなと思いますね。居酒屋でこうね、居酒屋トークしてる時にもいろんなアイデア出てきません、うん、はいはいはい、あの時っていつもメモしないんで、うん、昨日何言ってたっけみたいなことありますもんね。そうですね、あれよかったなみたいな、うん、でもまあ忘れるってことは、まあ、意外とそんなこともないっていうね。手厳しい。まあこう差別化できなくてどうしようかなって悩まれてる方とかね、もうちょっと選ばれないとか思われてる方は一度こうちょっと身を引いて、うんうん、冷静になって、そしていろんなアイデアを持って多角的に、そして頭を柔らかくしてもう一回その商品についてとか考えてみるといいということで、はい、はい、すみません今日超真面目に答えてしまいました、はい、ぜひリゾート地に行っていただいて、はい、また田辺さんまたリゾート地行くんでしょきっと近々。そうですね。羨ましい。いいな、いいな。ということで今日はここまでになります。何か告知事とかあればあれですけど、締めてよろしいですか。明日明後日メガネフェスで働いてます。
だリアルだわ。あ、田辺さん、メガネフェスでスタッフとしてお仕事されている、はい、ということですの で、ぜひあの見かけた方はお声かけいただければと思います。ということで、リンクのアイラと教えてたナッチナカッチ、この時間は株式会社 MDS 代表取締役田辺和夫さん、そして株式会社プロポ代表取締役中尾と、中尾豊さんでした。失礼しました。名前噛んじゃってごめんなさい。失礼しました。いいえ、あんな感じでよかったですか。うん、バッチリです。すげえ真面目でした。すげえ真面目。よかった。最初はお笑いで持ってったんで、どこで落ちたんだろうと思ったんですけど。すいません。ごめんなさい。いろいろと。申し訳ないです。